君の脳に直接届く、プライムです。さあ、前回ね、第一の噂、大吉始まりの噂は何なんだろうね。というわけで、えっと、第二の噂ですね。音楽室の MF。なんだろうね、MF って。藤本美雪かなごめん、すげえ適当に言った、今。音楽室ね、俺と、あ、ロッピーはいなかったか。もう小学生の時にね、夜中忍び込んだことがあって、 あのどうやら音楽室にすごい強力な磁石,磁石があると。っていうのと、単純に夜の学校ってすごいドキドキするじゃん。だからそれでね、入ったらね、先生に見つかってめっちゃ怒られた。っていう覚えが思い出があります。んんなっ、びっくりした。放送か。急に例の声かと思っちゃう。奥野先生。奥野先生。 あと手前の先生もお願いします。<laughs> 遅いな、子急って言ってんのに。全然歩くの遅いじゃん。<laughs> この移動の描写いるかな、今の。音楽室来たよ。ええー。うわー <laughs> 先生、冷静 <laughs>。奥の先生、冷静 <laughs>。第二の噂 <laughs>。怖っ、この声。音楽室の M しか聞こえなかった <laughs>。<laughs> F 聞こえなかった <laughs>。逆再生っぽいよね、声的にね <laughs>。<laughs> 楽しみだな。どんな話なんだろう。ああ、だるい。午後一の授業って何だっけ <laughs> 選択だよ。音楽は自習らしいけど、選択ってあったね。今もあんのかな、選択って。なんか4つの中から選ぶみたいな。それってもしかしてさ、あれのせい音楽室は当分使用禁止禁止 <laughs> なんで俺今すげえなまったんだろう。当分使用禁止だって。 それやばいよ。学校でやるんだもん。勝手に積んでっちゃう時間出すと。うん、選択の俺数学選んでた。数学理科。みたいな、そういう真面目なやつしかなかったな。ちょっと信じらんないよね。あ、さっきの首吊りのことかな。ねえねえ、でさ、その MF が付き合ってた相手って <laughs>、ミッドフィルダーかな <laughs>。知ってる隆一でしょ有名じゃん。誰それ。知らないの音楽の奥の。 おいおい、声でかいよ。じゃあ何もしかして原因は、失恋えー何や、何あの、全然、全然あの、首つってても、ピクイともしなかった、あれと付き合ってたのあの女の人、女の生徒。それか、その当てつけか、ね。どっちにしてもなんか今時よくやるよね。一途って感じ。ちょっと憧れたりしないえー、酔ってんじゃねえよって、言えてるー。<laughs> 学校の先生好きになったりって本当にあんのかな女の人が。こないだは鍵、どうもありがとう。それでさ、悪いんだけど、できればもう一回借りたいなーなんて、ダメあのねバレたら俺だってやばいんだよ。今までの教職の単位、全部パーだ。大丈夫、分かってる。前だってバレなかったじゃない。だから、ね、お願い、先生。 先生先生って、俺が教師になれなかったら君の、大丈夫だって言ってるじゃん。<laughs> カズヤだったらいい先生になれるよ。私が保証する。<laughs> 何この、何このシーンとこの後ろの骸骨がちょっとロボットっぽい。タケコプターつけてる。よく言うよ。さては君、俺が教、教制教育実習生のことかな。教制だって知ってて、利用するために近づいたんだろう ーんー、今更そういうこと言う声かけてきたの、そっちじゃん。覚えてないの。なんかカップルの会話みたいだよね。<laughs> いや、あの時はきっとわざと自転車のチェーンを外して待ってたんだ。あの雨の中でそうだろうーんー、ちょっと強引かうん。でも、案外そうだったのかも。 付き合ってるじゃん、こいつらも。何なんだよ。なんか喉妙になんかガラガラ数式を。何なの風邪ひいたこの時期に。やだ。え私ってね、こうなったらいいって思うと、本当にその通りになることがあるの。<laughs> メンヘラ。ちょうどそんな風だったよ、あのシチュエーションは。うん。私って結構恋愛のセンス、あるんだ。 ふぅー寒いおっと、そろそろこんな授業だ。か、あれ、なんか、避けられてんね。なんだ、なんだ準備始めなきゃ。じゃあ、鍵はいつものところ。俺が戻し忘れた鍵を君が発見して悪用する。そういう筋書きにしておこう。サンキュー先生。じゃあ、あたし行くね。<coughs> というわけで、今日も来たわけです。これ今勝手に動いてますね。なんでミカは上履きが青なのかなあの、学年が違うのか。ってことだよね。確か。え、え、なんか足埋まってないほら見てゆかりの足埋まってるま、あいいや。先輩この時期そんなブルーな顔してるとハートにカビ生えちゃい、カビ生えちゃいますよ。 2D の、あ、違う。2の D の MF と隆一が付き合ってたってことは、紛れもない事実なんですから。だけど、そうらしいね。だけど、けど、むちゃくちゃな噂まで飛び回ってるらしいじゃないそんなの信用できるわけそりゃまあ、噂ですからね。それなりに客、客されてますけど、どれもおおむね真実ですよ。だけど、私は信じないな。 相手が教師って確かに難しいかもしれないけどだけど自殺した理由がそれなんて君たちちょっと短絡すぎないってお姉さんは思うな <laughs> そんなことないですよ昔から禁断の愛の行く末は最悪の迫力って決まってますもんドラマの最終回だって大抵そんなんだしテレビと一緒にするところが現実もそんなに甘くないんですってば やはり千里は何も喋らない。やっぱ足埋まってるよね、これね。怖 <coughs> というわけで、音楽室かなおう。あ、だからこの描写がいるのか。 やっと繋がったさっきの奥の先生がね歩く描写はこの音楽室に向かうっていう描写をつけるためのものだということがわかりました。ね。第一音楽室って何階だっけ ?3 階ですよ、3階。すぐ左の階段上がって右です。ゆかりちゃん、洗濯音楽じゃなかった結構ゆかりちゃんも、なんかあれだね。なんか真面目で優等生キャラなのかと思ってたら、あえて右に行ってます、今。先輩 <逆>おーしゃべったごめんテンション上がっちゃったも,もう一回行ってみようかあれいけるよいけたいけただけだった <laughs> あすごい今声聞こえたね先輩逆逆って <laughs> 結構かわいい声してたね ここは何あ、ここがあれか、さっきの。出って右、左にまっすぐ行ってみよう。いや、このゲームをね、最大限楽しみたすぎてね、俺の好奇心が止まらない。止まることを知らない。ねえ、先輩。これで誰かに見つかったら、あたしたちって単なるおバカですね。そうだね。まあね、思いっきり回収電と思ってるからね。光でバレるよね、誰かいたら。 用務員の先生とかいんのかなちょ、っとここ入れるかな入れない。ここは特に見れないね。動き面白いよね。あ、これ行き止まりかいじゃ、じゃあ、ば、階段登ろう。上がるぞ。 ねお化けみたいな横顔してんだよな <laughs>。いけいけ。あここはこれほら、来たよ。教室です。すいませんね。ちょっと今、サクサクプレイじゃなくて、すいませんね。ちょっと楽しくてね。学校探検が。 よいしょ。あ、やばい、同じとこに来たね、これね。そういうことか。すまん、すまん。なんか、ただただ学校を探索する面白いゲームって他にないのかななんか、これが終わったら俺すごい、なんていうの、面白いドラマが終わった時のような感覚に襲われる気がするんだよね <laughs>。いや、全部面白いですよ。やってるゲームもちろん。すべて面白いんですけど、 これはね、特にね、やっぱね、楽しいし、なんか懐かしい感じもするしね。こういう、ザ、ザ、怖いゲームみたいな、ザ、ホラーゲームって感じの、学校を舞台にしてる。そういう意味ではね、結構、恐怖新聞、前ロッピーでやったけど、あれもね、やっぱ面白かったんだよね。まあ、ちょっとあれはね、SF 要素入ってたけど、なんか昔ながらのっていう感じはすごいしたし。 ここ右だったよね <laughs> だいぶ寄り道したけど何もなかったねそう一番奥のドアからしか入れなくなってます昼間机で封鎖してありましたからそんなそんな方法での封鎖なのここか岸井さん天井がどうかしたの どこら辺にぶら下がってたのかなーと思ってやめろよ <laughs> 急に男前な発言んそれにしても嫌な雨ほんとね嫌ねなんかねおピアノがあるピアノあるよピアノか 少し調べてみようか、B。うん。音楽室の話言うたらなんか関係ありそうだもんね。なんか怪しいところあります、うん、うん、ただのピアノ。そういえばゆかりちゃん、昔習ってたよね。へえー、何か弾けます聞かせてくださいよ。もう指が動かないよ。前はエリーゼのためにくらいまではできたんだけど。私弾けますよ。ええ、すごい。

ミカは遊びに来たつもりでいるように見えるよね、いつも。あ、なんか出てきた。おお,お,おなんか、カーテンがちょっと開いてる他に行くとこないね。先輩、準備室にも行かなくちゃ。あ、準備室。 あ準備室が、どこにあるんだろうね。左かなお、こっちが準備室そうです。ここは奥のの脂質みたいなもんでしたからね。何やあるとしたらここですよ。レッツゴー。おー、ドラム置いてあるね。でかいね。あ。 ちゃんとした、ちゃんとしたっていうか、普通のドラムセットがあったス。スコア、ギターの教本。それにクラシックのレコード。目ぼしいものはなさそうですね。目ぼしいものって逆に何なんだろうね。んこれはギターケースの中には、ギターか。そりゃそうだ。 この机を、あ、カレンダーがどうかしたんですか別に、ちょっと気になっただけ。うん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 。ちさとどうかしたお、ちさトレーダーが。あ、うんうん。なんでもない。ふい。机の上は片付いてるか。調べてみよう。さすがに机は開かないか。先輩、鍵は そんな個人的なのまではないよ。大地、そこまでやっておくのが無実だったらどうすんのバレなきゃいいんですよ。それにバレたら素直にごめんなさいすれば大丈夫。だいたいあのスケベ教師が無実なわけないもん。決めつけんなよ <laughs>。たまにゆかり節がなんか炸裂してる感じするね。ええ、じゃあ開けてみてよ。開けてみよう。あくまでバレないようにね。大丈夫だってば。 今まで一回もバレたことないし。Wait a minute. 本当に開けるつもりだよ。ねえ、ゆかりちゃん、やめた方がいいんじゃない市島先輩いいですかここまで来たら三人とも同罪ですからね。うーん。手応えあり空畜生、全部空じゃん。 だから言ってんじゃん。あんたもどうでもいい噂に期待しすぎなんだよ。だけど先輩、味方を変えれば何にもないっていうのも逆に不自然な感じしません論より証拠、疑ってかかれば何だって怪しく見えちゃうもんだよ。結局何もなかったというお話でした。<laughs> カん。これすごい。もう何もないもんね。じゃあ戻るか。 戻ろう、う戻ろう。うはい。戻れない。えー、怖っえ、戻れないよね。え、戻れないよ。閉じ込められてしもた。ああ、ロッカーの中は、ティーホーキとモップと、ティーホーキ。ちりとりと雑巾。色気のかけらもないな。 なんか落とした。ああ。<laughs> そもそもあの二人本当に付き合ってたのかなそこに疑問があるようじゃお話になんないよ。ほーらね、やっぱり噂はただの噂なんだって。何ですかね。本人に直接聞ければな。シャーマンだったらよかったのに。<laughs> 奥野に聞いたって結果は同じだよ。そっちじゃなくて、 もう一人の当事者の方。もう一人って、妙なこと言わないでよ。キューピッドさんじゃないんだよ。あれじゃあ先輩知らない話題の最新バージョンの噂。何最新バージョンって。ってか、えコックリさんの次だよね、キューピッドさんってね。その最新の噂ってそれは現場の方でゆっくりと。 なんだろう放送委員合唱部の MF つまり自殺した藤田真由美だった <laughs> 藤本美由紀じゃなかったねおある時ああやばい顧問と恋愛に落ちて二人は学校という場所でお互いの関係を守るために校内放送を使って秘密裏に出会いの場所を伝えました <laughs> バレるだろう 奥野先生、奥野先生、至急音楽室に来てくださいって感じで。これ先生も気づくよね、他の先生たちが。あいつ、なんで、あの、藤田はなんか呼んでんだみたいになるよね。って感じで。で、その恋の顛末はうちの生徒なら誰でも知ってる通り。MF は先月29日の放送を最後に、音楽室で自らの命を絶ったわけです。それで、ここまでが現在校内に出回ってる噂なんですけど、 私、岸井美香が独自のルートで手に,手に入れた情報によると MF は今でもずっと奥野を待ってるんだって自爆霊となってもう一度放送で呼び出される時をどういうことつまり校内放送で MF に向かって奥野先生が待ってますって伝えてやると MF の霊が、えー、音楽室に姿を現すらしいってこと校内放送って 幽霊に嘘の呼び出しかけるの端的に言うとそういうことですね。何も起こらなかったらどうするの心にやましいことがある人にはそれで十分でしょう。出たことにして許すればいいんです。MF との噂が本当ならね。まだ疑ってんですか。それはもう絶対だって。 放送室は2階。ずっと奥の階段一つ降りてすぐ左側です。はーい、あら。もう無理やり話進めるんだから、ブツブツ言ってないで行こう。しゃーないわね。一番左奥一つ降りて、左。すぐ左。呼んだらさっきのあの渡り廊下みたいなところを通るのかしらあの子が。 って考えるとちょっと怖いね。スーって動いていくの。会話もう一つあるもんね、多分。あ、で今のタイミングで拒否されたらなんか出たかもな。まあいいや。人によってね、いろんなプレイングがあるから面白いんですよ、ゲーム実況は。っていう言い訳です。すぐ左、こっちだ。ここかな ここね。鍵、あります <laughs> なんであるんだよ。あ、そうだ、さっきのあれがあったからか。